キングコースに80のムクゲが咲いていたのでカメラに収めました。ややも美しいけれど、やはり私は一般のムクゲの方が可憐でいいように思います。ところで、先ほど CD を買った帰り道、いつものラーメン屋に寄りました。のれんをくぐり、明るいとは言えない店の中に入ります。奥の方で80歳ぐらいの親父さんがいらっしゃいと挨拶をします。彼は厨房の奥にいる同じぐらいの年齢の奥さんと仲良く店を切り盛りしています。私はメニューには目もくれず、醤油ラーメンと餃子を頼みます。しばらくすると湯気の立ち上るラーメンが運ばれてきます。さっぱりしているが、いろいろなものが煮込まれているらしいコクのあるスープ。そのスープの中に細い麺が浸っています。そんな昔、風のラーメンを食すのが私の楽しみの一つになっているのです。やがて餃子がやってきます。餃子も大好きなフードの一つです。ちょっと焦げ目があって香ばしい。しかし中身は柔らかい。蕎麦と餃子を交互に食べる、こんな贅沢はありません。この頃、私はレストランや酒場のフーズより中華食堂のフーズの方がうまいと思うのです。スープを飲み干し、満足して700円をテーブルに置き、店を出ます。以上はパソコンのファイルにある昔ヤフーブログに投稿した記事のファイルの中の一つです。この中華食堂はもうありません。記事は幻のシーンになりました。